どうも、Kチャンネルです。今日はね、Kだとフォトウォークのまとめ、都内の桜をお送りしていきたいと思います。Kだとフォトウォーク都内の桜っていうのは、3月27日と3月30日にね、もうすでに終わっているんですけど、まあ、今年の桜は大変でしたね。大変でした。カメラはね、ちょっとすいません、話があっちこっちに飛んでますけど、カメラは K3 Mark III モノクロームと DA21mm のリミテッドで、もう一つは GR3 という風にしました。両方ともね、日を分けてカメラ使い分けたんですけど、だいたい広角、こっちは 31mm、35mm、31mm 相当、こちらは 28mm 相当の画角、両方ともね、モノクロームを使って撮りましたという感じになります。で、本当に今年の桜は厳しかった。例年だったらね、大体まあ例年ですね、例年3月の後半に、まあ大体都内の桜っていうのは満開になっていることが多いですね。まあソメイヨシノのね、話ですけど、なっていることが多いんですけど、まあ今年はこの右の写真見てください。全く3月25日現在、全く咲く気配なし。ここに撮影に行こうと思ってたんですね、この場所にね。ここね、結構川沿いでずーっとね、桜のね、並木が繋がっていて、結構長いんですね、長くて。で、まあ人も少ないから楽しいかなと思ってたんですけど、全く咲く気配がない。まあ仕方がないんで、こっちのモノクロの方のね、ところに、まあ急遽場所を移動して、まあここちょっと咲いてましたから。この場所、もう一個のね、広報地にしてた場所は、いろんな木があるんです。ソメイヨシノだけじゃない。ソメイヨシノはまだね、やっぱり咲いてなかったです。咲いてなかった、全然だった。硬いつぼみのまんまだった。でもまあソメイヨシノだけじゃなくて、ヒガン系とかね、あとピンクの、あとなんだろうな、ヒガンとコヒガンかと、なんかいろいろあるので、まあいろんなタイミングでね、花楽しめるっていうので、まあ第二候補にしてたんですけど、まあそちらの第二候補の方に場所を、まあ、急遽移動しましてですね、移動しまして開催しました。で、その、まあ、桜咲いてる公園までね、行くまでには、まあ、こんな感じでのんびりとした感じ。まあ、今回ね、K3 Mark III モノクローム、カスタムイメージがスタンダードとソフトとハードっていう風に3種類あるんですけど、今回はね、ソフトとハードを使っております。で、まず最初はね、春らしくソフトで行こうかななんて思って、こう、のんびりね、こんな感じで撮ったわけであります。はい。この日はね、雲が良かったのね、雲が。こんな感じで雲がね、たまに雲がポツッと出る感じ、青い空に雲がポッと出てくる感じ、まあ、ちょっと風はね強かったんで、その分だから雲の流れも速くていろんな変化を楽しむ。なので雲をねちょっと撮ろうかな、メインに最初のうち撮ろうかなと思ったんで、まあ、すぐにねハードに切り替えて、ハードにしてあげると、まあシャドウとかねトーンがぐっと暗い感じでぐっと締まってきて、こうなんていうの、この雲のディティールがね、ボッと浮き上がってくる感じするじゃないですか。で、まあ、ハードに変えて、まあ、こんな風に雲を撮りました。雲ってね、まあ、何かこの雲だけで撮ると、その大きさはわからないし、まあ、なんかここにビル両サイドから絡めてますけど、何かを絡めてしまうと、絡めすぎちゃうと、これまたね、雲の存在感弱くなってしまうっていうの、そのバランスをね、うまく撮っていたい。で、この時は横より縦の方が雲の存在感が大きくなるな、目立つなっていうことで、まあ、縦にして撮った一枚になります。はい、次はね、こうやって歩いてて、まあ、横断歩道ね、ちょっと渡ってる人をこうポイントにして撮った感じ。まあ、かなりね、シャドウが暗くなってますよね。暗くなって、まあ、露出補正もマイナス 1.0 って暗くしてるんですけど、まあ、私基本的にね、暗めのシャドウ好きだったりするので、まあ、こんな風に撮ってます。で、まあ、仕上げではちょっと明るさとコントラストを上げてあげる。そうするとね、この横断歩道の白はね、こう際立ってくる感じも。ですからこれも撮ったままではなくて、ちょっと明るさとコントラストは微調整しています。必ず僕はね、見ていただく写真は、で、撮って出しって、まあよく言われますね。ぜぜで言われるんですけど、あれは基本的に NG だと僕は思っています。まあこれ次はね、これ何っていうと、まあこの雲もあっていいよねって開けた感じになってね。で、奥ちょっと向こうに2人、3人歩いてる感じするじゃないですか。まあそのイメージを、まあ、G75 だねって思いながら撮った。写真撮るときってなんかその、なんとなく何かね、タイトルじゃないですけど、イメージ持ってあげると、まとめ方、どのぐらいのバランスまとめるっていうことの答えにもね、なりやすいので、ただいつもそのイメージ考えてると、まあ撮れなくなってきますよね。考えすぎちゃってタイミング逃しちゃったりするので、たまにそんなことね、やっていただけると良いかな。そんな風には思っております。はい。で、まあこんな感じで桜ね。で、これはだいぶ咲いてる方だったね。咲いてる方。で、割にピンクの桜なんですよね。ピンクの桜なんですけど、わかんないじゃん、モノクロじゃって。まあしょうがないですね。この時は K3 Mark III モノクローム。モノクロ専用カメラです。ですから、まあ桜らしいふわっとした感じ出したいなっていうので、まあこの時からソフトに変えてるわけ。
で、露出補正もちょっとプラス 0.3 にして明るい感じにしていたりします。はい、桜ね、意外とね、モノクロで撮ってみるとね、いいですよ。情感出てきますから、おすすめです。はい。これからまだもうちょっと桜ね、撮れると思うんですけど、ちょっとモノクロやってみる。デジタルだからこそね、後で、まあ、ロー撮っとけばカラーでもできるじゃないですか。ちょっとモノクロの桜ね、試してみる。そんなこともね、おすすめしております。はい。で、こんな感じで、で、この場所ですね、なぜかですね、これ平日だったんですけど、人は結構多い。で、それも、海外の方が多いんですよ。日本、ほぼね、ここ行ったの、僕たちは日本人だったんですけど、ほぼ他は8割海外の方でしたね。なんだろう、今 SNS とかでやっぱり、いろんなところを見て、で、やっぱり桜、日本といえば桜っていう感じなんだろうね。で、これなんかは、こう、ウェディングの前撮りみたいなことをやられてるんですけど、これカメラマンの方もね、多分おそらく海外の方かな、そんな風な感じでしたね。はい。で、こんな感じでそれぞれ思い思い楽しまれているような風景が広がっていました。外国人の方が多いからかな、割にこうみんな歩いてこう色撮ってたりするけど、まあ、宴会、例えばシート引いてね、宴会っていうのはこの日は一つだけ日本人のグループをやってましたね。こんな感じでのんびりめでるっていうのもやっぱりいいかな。そういう場所都内にまだまだありますから、ぜひ探していただいてね、行っていただけるといいかな。そんな風に思ったり、まあこんな感じで一本のね、上な、だいたい並木になってるんです。公園の中にね、並木がずっとあるんですけど、こういう風に一本の木がねあったりして、まあそのな、その周りで遊ばれてる人もいたりとか、こっちなんかはちょっと離れたところね、ポツンとしてる感じのところにこの二人しかいなかった。すごいよね。周りに誰かいるんじゃなくて、周りに他の木のところの周りにはいたりするんですよ。でもこの木のところにはこの2人しかいなくて、なんかこの2人がいろいろ撮ったりするのを、まあ、ちょっと私もね、横から撮りましたみたいな感じの1枚になります。まあ、こういうなんか物語がね、あるのが、まあ、桜の撮影のね、楽しいところ。だから、この日はまあ花の状態もそんなにね、まあ見ていただいても分かると満開でもなかったですから、花をアップで撮るっていう、まあ特にレンズも 21mm で広角レンズ使ってますからね、使ってますから超アップで撮る、花だけ撮るってあんまりこう向かなかったんですね。向かなかったので、まあその周りの情景をね入れて楽しんだっていう感じで、撮影行ったらどうしてもそう、特に桜なんて思い通りのねタイミングに行けることって少ないと思うんですよね。少ないと思いますので、まあその都度ちょっとね気持ち切り替えて、あ、こう楽しんでいただけるとね、また桜の見方もね変わってくるんじゃないか、そんな風に私は思っております。で、最後はね、こんな感じ、もうこれ撮っちゃうとね、どこ分かる人はどこで撮ったか分かっちゃうかもしれないね。これはまあ、あの前の川がね、ぐーっとね、テムズ川っていう風に呼んでます。勝手にテムズ川じゃなかったかな、多分テムズ川でいいんだったと思う。なんかこうのんびりした感じで、まあ、海外にも行ったような感じで、やっぱりこの雲がいいだよね。こう雲がないとやっぱりちょっとね、間が空きすぎちゃうかななんていう風にね、ちょっとで、特にこうソフトにしてますから、ソフトにしていることによって空の優しいトーンもいいんですけど、手前の感じで、手前のこう岸辺の感じなんかもすごくディティール出るんですよね。これまあハードとかにすると全部潰れちゃったりするんですけど、すごくディティール出て春らしいふんわりした感じに、ね、なるんじゃないかな、そんな風には思っております。まあそれでね、まあここ行くと必ずここで1枚ね定番で撮る場所ではあります。橋からね撮れるんですけど、撮ったりします。そういうなんかよく行く場所だとね、定番のところで撮ってみる。そうすると定点じゃないですけど、あ、この季節、この年はこんなんだったな、あ、この時行った時はこんな風な風景だったなと、でそれと同時に、あ、この時俺こんなことやってたんだっていうのも思い出したりねするんじゃないでしょうかね。そんなのも写真のね楽しみの一つだと思っております。はい、ちょっと長くなりましたけどね、30日の方は雨の後だったんですよ。すごい前日かな、すごい雨が降って、その後カラッと晴れちゃった。まああったかかったですよ。まあね、天気に関しては佐々木啓太持ってますから、まあ天気で困ったなという時はちょっとご相談いただければね、なんとかして差し上げますってぐらいね、よく言ってますけど、でその雨でね、こう水溜りが残ってました。その水溜り越しに映ってる風景、これ GR3 ですから、やっぱりこういう風にねぐっと近づいていく撮り方なんていうのはもうやっぱりカメラ離してね軽いですから撮りやすいんじゃないかなと思います。もうこんな感じですよ、こんな感じで GR3 ちょっとね、でまあ前も言ってますけど、僕は大体こう左手にストラップつけます。左手で持つようにして、こうぐっと近づけてって、で軽くシャッターを押すような感じ、できるだけシャッターを押すときに右手に力を入れないようにしたいので、まあこんなスタイルをしています。はい、でそんな感じで、まあすごい晴れてましたから、この日はねもう青空なので、で今回はまあ GR3 のハードモノトーンっていう、 GR3 のねモノクロのまあエフェクトの中にハードモノトーンとソフトモノトーンってあるんです。これはぜひ一度使ってください。このねトーンがね、なんだろう、このハードモノトーンっていうのは暗いですよ、すごく暗いんだけど
暗いけど中間のつながりもあるというね、ちょっと不思議な感じなんですよ。不思議な感じだから、あんまり重くなりすぎないね、重くなりすぎないで撮れますので、でまあこういうふうな青空ね、ぐっと青空がぐっと黒く落ちるとかっこいいですよね。かっこいいで、こう建物のシャープな感じっていうのもよりね際立ってくる。でそういう時にね、このハードモノトーンっていうのはおすすめでございます。あの新しくなんかバージョンアップで何でしたっけ、ちょっと柔らかくソフトになるようなってカメラもね出ましたけど、まあ、こういう時はソフトを使わない方がいいかもしれないですね。まあそのカメラはまだ使ってないんでね、この使えることがあったらここでご紹介いたします。はい、でまあこんな感じ。これなんかもう、ね、もうパームヤシがあった上に、後ろに大きなビルがあって、これまあマンションだと思うんですけど、もうハワイだよね、この青空の下、僕はハワイに行ったんだよみたいな、そういうね、写真撮るときって、さっきはタイトルつけましょうって言ったんですけど、イマジネーションね、自分が今ここにいるんじゃなくて、今目の前の風景ってここだよっていう風な気分をね、上げていく、そんな感じでもね、いいんじゃないかな、そんな風にも思っております。はい、で、これはもうこのね、影、光と影の形をこう撮る。で、ちょっと傾けてるね、カメラね。やっぱりね、微妙に傾けた方が、この、並んでる感じね、奥行き感って出るじゃないですか。出るじゃないですか。でも傾けすぎるとこれ今度別な表現になっちゃうんで、微妙な傾きで、意外と傾きってね、やりだすと奥が深いから、ぜひ一度ねお試しください。はい、でこれ、まあ、川沿いのところね、あのマラソンコースにもなってますから、走られてる方いますから、もうこれはもうここでちょっと待ったの、実はこの人が来ることで。まずこのシチュエーションとしては、このね川岸があるじゃないですか、川岸があって、で、ビルが立ってるんだけど、これ、ビルの真正面に立ってるね。ビルの斜めから撮っちゃうと、ビルのこう立体感みたいなのが出て、存在感強くなっちゃうじゃん。ですから、まあ、小さい人が負けてしまう存在感、後ろのビルに負けてしまうので、この人を目立たせるために、このポジションに来て、人が来るのを待ったら、いいタイミングでこのランナーの方がね、いらしてくれたんですよ。もう最高だよね、最高。もう怖き。でこういう時って焦っちゃうでしょ、焦っちゃってピント抜けちゃったりするので、ピントは手前のね川岸に固定するんですよ。で半押し状態で待っといて、ここタッてタイミングで押すっていうのが、まあタイミングとね、あのピントずらさないコツではあったりします。でまあ桜もこれはもう散ってた桜ですね。これ27日にまだここ葉っぱつい花ついてたんです。ついてたらもう30日3日経って、この日はすごい暖かかったのもあったから、もう花だいぶ散っちゃってるんで、それでもなんか桜のあるようなね春の雰囲気出したいので、ここはソフトモノトーンっていうのに変えて、ソフトモノトーン柔らかいですよ、すごく柔らかいけど、でもシャドウの部分にこう締まりを感じるというかね、どっちもね、あの暗すぎず飛びすぎずみたいな感じで面白いトーンになってますね。これぜひね、あのなかなかこれね自分で再現しようとしても難しいですね。難しいトーンになってますから、ぜひお持ちの方はね GR3 もしくは GR3X でもね使えますね。お持ちの方は使ってみていただけると良いかなと思っております。でこのバランスも大事よね。あんまりこう攻めすぎないでね、ちょっと木をね多めにして、木をメインにして背景にビルが並んでる風景、川越しにビルが並んでる風景っていうのを見せて、で川をあんまり大きくしない方がね、多くしない方がいいですね。要素多くしすぎると何狙ってるか分かんなくなっちゃうね、分かんなくなる。でちょっと言ったら今度ね、これ撮影会みたいな感じですよ。この女子3人カメラマン、そしてこっちには、いや逆だよね、これ女子3人の方が白いから、例えばウェディングの前撮りとか白い服装とか、はっ晴れやかな感じで、桜の花の下で晴れやかな感じで、こっちの方がモデルっぽいけど、こっちはカメラマンで、こうって桜の木の下にいるちょっと黒っぽい服装を着ている2人が被写体だったんです。なんか知らないけどすごい、だってこれもね海外の方だった、海外の方すごいですね。今日本インバウンドの状態でもういろんなところにいる、だから日本人よりこういう細かいところを海外の方の方がなんか詳しい、そんな風な感じもね、ちょっと最近思ってたりします。で、まあこんな感じ、桜並木ね、ずっと並んでる、ちょっと下の方からね、舐めるような感じで、まあちょっとこの奥のね、高い方の、右側の高い方のビルはいいんだけど、左側のちょっと大きいビルはちょっとね、できたらない方が、桜並木がこう大きなビルのためね、大きなマンションが向こうに見えるところにこう昔ながらの桜並木が並んでるよみたいなのを撮れるじゃないですか。でもまあこれ避けきれなかったから、まあしょうがないね、撮った一枚になります。まあそういう感じで写真ってこうパーフェクトにね決まらないこともあります。まあそのためにズームレンズね持っていくなんて方もねいらっしゃると思うんですけど、私は単焦点でできることをやる、そこの時に自分ができることを考えて、自分ができる可能性にチャレンジするっていう方が、まあ、楽しかったりはします。
って次はのんびりした感じ。この日はね、かっこ、まあ、最初にも言いましたけど、暖かった。27日はちょっと風が冷たくて寒いなって、もう寒いからやめようかみたいなことになったんですけど、この日は非常にポカポカ陽気で小春日和っていう感じで、まあ皆さんこうね、宴会をやられている。でもこうまばらな感じで、昭和の宴会ですよね。懐かしい昭和の宴会、楽しい感じでやられているという風景が広がっていました。はい、最後でこの定番のね、ここ本当もうやっぱりソフトモノトーンってことで、やっぱりちょっとトーンの感じが違いますね。あの空の感じもやっぱりこの日は晴れてましたから、明るかったからっていうのもね、あるかもしれないんですけど、まあこんな感じで、まあ2日にわたるね、フォトウォーク、ケイダとフォトウォーク、やっぱり桜ですから人気でしたね。人気、たくさんの方いらしたんですけど、まあ割合ね、知り合いの方がよくいらしてくれるので、まあ和気あいあいとのんびりした感じで、まあフォトウォーク進めて、最後はここ行くとね、いつも定番の焼肉屋さんに行くと、美味しいんですよ、そこは。安くて美味しいの。まあそんなことがあったりします。はい、じゃあ最後まとめでございます。桜はね、難しくて儚くて、そして楽しい。やっぱり桜ってね、本当にまあ山でね、風景の中で撮る桜も楽しいんですけど、街の桜もウキウキしますよね。であっという間に散ってしまう、そこの儚さもね、いいんじゃないかな、そんなことを思っておりますので、ぜひ皆さんもね、自分のね、好きな桜の木を一本見つけるといいです。家の近所にも、まあ東京とかね、日本各地ってやっぱり街中にも桜いっぱいあるじゃないですか。で、例えば電車で駅に行く途中に木を一本見つけて、その木をね、自分の標準木にして、あ、この木がどれぐらい咲いたら他の場所はこれぐらいになるな、街の中これぐらいになるなっていうような感じで、こうね、タイミングを測っていただくと桜ね、撮りやすいんじゃないかなと思っております。じゃあ今日この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。忘れてた、次回のケイタとフォトウォークの予定ですね、4月20日土曜日、23日火曜日、両日とも11時から北千住の方に行きたいと思っております。怪しい路地裏を取りますよ。それから穴川に向けて歩いていきます。これもね、参加者まだまだ募集しておりますので、有料企画になりますけど、佐々木啓太の方にメッセージを入れてください。では改めまして、また皆様とお会いいたしましょう。